平成20年5月3日、潜水橋にて、つつじ祭りの高岳安全祈願祭が行われ、阿蘇五岳の中の一つ、高岳の山開きということもあり、登山愛好家たちも参加しました。6月上旬の高岳の稲巻島が3万本ほどありますけども、この先見られた時の、高岳の安全祈願祭、また、もう一つは58回の潜水漁。阿蘇神社の宮司が登山者らの安全を祈る大切な神事を行い、玉串法典には登山者代表阿蘇に登る会会長の内田徳郎さんも参加しました。集まった登山者は頂上を目指して登り始めました。まだ咲き始めたばかりの三山霧島を眺め、絶好の登山日和に恵まれた山登りでした。三山霧島は5月中旬から下旬にかけて開花時期を迎えます。一面をピンク色に染めた潜水鏡が今から楽しみです。